皆さんこんにちは、サルです。今回ちょっと面白いものを手に入れましたので動画にしてみようと思います。よかったら最後までご視聴ください。今回はこの妙竹林なアイテムについてご紹介します。この見慣れないアイテムはシングルストーブの風防にもアルストのごとくにもランタンのウォーマーにもなる実に有能なギアです。サルがたまたまチャンスに恵まれて購入させていただくことができましたので、おそらく日本初のレビューになると思います。お断りしておきますが、プロモーションではありません。サルが身銭を切って購入したものなので、その点はお間違いのないようにお願いします。商品の詳細は概要欄に貼っておきますので、素性が知りたい方は概要欄からご確認ください。事前に言っておきますと、このギアは9990円です。この動画見る人いるのか。はっきり言ってめっちゃ高いです。その価値があるかどうかレビューしてみたいと思います。映っているように円筒状の本体と3つのプレートがついています。この3枚のプレートを使い分けることで用途が広がる多用途ギアです。ちなみに本体はずっしり重たい鉄製で、 UL ギアとは真逆をいく頑丈系の作りです。バーナーは五徳の足が4つで、足が90度の X の形になっていて、足の直径が5ミリ以下ならどんなバーナーでも使えるそうです。オイルランタンの上に乗せるランタンウォーマーとして使えるのがこの製品の特徴なのですが、まずはじめにシングルバーナー五徳として使ってみます。今回はサルが持っているスノーピークのバーナーで試してみました。本体の深い切り込み部分にバーナーの足がぴったり気持ちよくはまります。綺麗な模様のプレートを五徳代わりに使ってみましたが、これは少しきつい感じで切り込んである溝にはまりました。小さめのマグに 150cc ほど水を入れて湯を沸かしてみます。欧風が吹く環境であってもこうすることで風防代わりになって炎が安定してクッカーに伝わりそうな点と、アイアンに切り込まれた模様がとても良い感じです。この後も何度か同じ作業をするうちにプレートがスムーズにはまるようになりました。湯を沸騰させることができましたので抹茶ラテを入れて飲みました。シングルバーナーでウィンドスクリーンとして使用する場合、見た目がおしゃれで機能的なので、まあ良しとします。続いてランタンウォーマーとして使ってみることにします。この切り込みの深いところをここのランタンの深いところに入れます。ちょっとガタガタするかな、ちょっと合ってない位置、そうするとここの上が不安定になると嫌なので、おそらくランタン一番上のベンチレーターの直径が7センチから8センチぐらいのものならプレート乗せることで大抵のランタンで使えそうです。本体の内径が83ミリなのでベンチレーターがそれ以下だとはまりますし、アタッチメントをここに置きます。そしてですね、ここに入れるんだよね。ここの切り込みのとこにこのアタッチメントが入ります。したがってこうなりますね。こういう感じ、まあ、食い込んでるのでね、すごい安定感がいいので、でこれだともうグラグラしません。ここで調理ができる。プレートの組み合わせ方でいろんな用途で使うことができそうです。ここからはサルが気になっていた3つのことを確かめてみます。1つ目にスキレット調理ができるかということ、2つ目はカップ1杯の湯を沸かすのに何分ぐらいかかるかということ。そして3つ目に、沸かした湯、飲み終えるまで保温できるかということです。この深いとこもあるんだけどね。深いとこ。深いとこに置く場合は、まあ深いものを置きたいときかな。なんだろう、例えばこういう。次第に寒くなっていく今の時期だと、温かい飲み物が温かいまま保温できるのであればキャンプでは結構役立つと思いますが、時間とともに冷めていくとか、逆に
コーヒーが煮詰まっていくような状態であれば、使い勝手には疑問が残ると思います。ランタンを点灯しました。バーナーのように、点灯してすぐに熱くなるということはありません。したがって言うまでもないのですが、すぐに食べたいときに、このランタンウォーマーで調理するのはナンセンスです。特にスキレットを使うと、スキレット自体を温めるためにも時間がかかりますが、今回はあえてゆっくり時間をかけてやってみました。気温が昼になってちょっと上がってね。それでも30分ほど経つと、卵の白身は白くなってきました。これ、やってみて気づきました。ああ、まあまあいい感じかな、これは。もしか。猿はこれまで30分もかけて目玉焼きを作ったことはなかったですが、あえてゆっくりしたい時には、この方法が良いということに気づきました。というのも、キャンプや焚き火で楽しむ時って、ゆっくり過ごしたい場合が多いと思うのですが、実際には調理を始めると意外と忙しくなります。自宅のキッチンで調理するときと違い、キャンプ場での調理は、道具の準備や野菜のカット、洗い物、お皿やカトラリーの準備にしても、結構、忙しくなる場面が多いと思います。木に地上空間なので不便なのは仕方ないのですが、例えば、焚き火の火力にしても、ガスコンロのように簡単には調整できませんね。ちなみに、ここは、手で持てるけど、ちょっと持ってこう移動するには熱すぎる感じだね。なんかミトンみたいなものがないとね。その点、このランタンウォーマーはそもそも強火にはならない上に、オイルさえ入っていれば何時間でも一定の温度が続くので便利でした。ランタンの種類にもよりますが、映っているようなサイズのランタンだと20時間ぐらい連続点灯できる場合が多いように思います。換気に気をつければ一晩中でも保温できる可能性がありますので、それは魅力的です。それでは、2番目の実験、カップ1杯の水が何分で沸くか、時間を測ってみました。結論から言えば、約30分でした。気温や蓋によって前後すると思いますが、先ほどのスキレット調理と同じで、ゆっくりやるのに向いているようです。あー、なんかね、熱い感じですね。あ、ここもね、割と熱くて、こんな感じですね。かなりはっきりとね、もう湯気も出てる感じなので、多分飲むにはね、適温な感じじゃないかなと思います。ちょっと飲んでみます。あー、ちょうどいいですね。何度だろう、60度から80度の間ぐらいなんですけど、多分。何度かなこれ。ちょっと温度計で後で調べてみますけど、猫舌の人だとね、もうちょっと暑すぎるぐらい。うん。の温度になりますね。だからこれって、まあ、さっきのスキレットもそうですけど、最初に30分ぐらい時間かかるんですけど、まあ、あえてゆっくり調理して、で、調理ができた後はゆっくり楽しみたいっていう方にはね、これすごくいいんじゃないですかね。そうですね、これスローなスタイルにはぴったりな気がしますね。なかなかやっぱ熱いんですね、ランタンも。 200cc ぐらいの水でもまあ30分あれば結構熱々になる。ただまあコーヒーとかね、お茶の葉っぱとかね、ひいた豆から入れようとするとね、まだ80度じゃ低いので、沸騰するまでね、やりたいので、そうするとね、30分じゃ湯は沸かないんですけどね。ただまあ、インスタントをね、入れて、何かこうね、お茶を作ったり、するときだったら、全然、これありですね。うん、これありです。で、一回入れると、いつまでもずっとこれ多分あったかいので、で、ガスバーナーとかで保温するのと違ってね、放置できるので、そこはね、すごくいいと思います。じゃあ、抹茶ラテ、いただきます。あ、めっちゃいい温度ですね。カップ1杯の湯はランタンの炎が弱めでも30分あれば沸くことがわかりました。
3番目は保温テストの予定でしたが、猿は先ほどの抹茶ラテをうっかり飲み干してしまったので、先にアルコールストーブで湯を沸かします。アルコールストーブは83ミリ以内のものなら使えますので、トランギアはじめ大抵のアルストは大丈夫だと思います。映っているように、穴の開いてないプレートを一番下にセットしてやれば、地面との間に距離が作れるので良さそうです。ちなみに固形燃料を燃やす場合も、この方法でいけました。値段も高いのですが、多用途で使える点を考慮すると、そこまでコスパが悪くもなさそうです。完全に沸騰したお湯を使ってコーヒーを入れたら、ランタンウォーマーにして、保温してみます。脇道にそれますが、固形燃料だとこんな感じです。本体に開いた覗き窓からこぼれる炎の揺らめきが良い感じです。この、アルストごとくの状態から、ランタンウォーマーの状態に移動させるのが少々面倒でした。というのも、厚いアイアンでできているので熱が冷めにくく、手では持てないため、検知を使って組み替える必要があったからです。まあこの製品を、無理にアルストごとくに使う必要もないので、このあたりはキャンプ場での実践時には、問題にならないように思います。ランタンウォーマーに組み替えた後で、コーヒーの温度を測ってみました。猿にとってはホットコーヒーを飲むときに一番好きな温度は60度です。そして、この時の温度がほぼぴったり60度でした。60.9 度なんだよね。そしてこの後猿はいつも以上にまったりとコーヒータイムを楽しみました。もう30分経ったんですけどね。すごいですわ。まだ熱い？もうほとんど残ってないんだけど、ちょっと測っときましょうか。30分経ってるから、普通だったらね、もう全くダメなんだけど、これランタンウォーマーでね、温まり続けてるもんで、はい、57度ありますよ。57度。さっき60度だったので、まあ、要はね、ほぼ30分経っても綺麗に保温されてる、熱くもなってないしっていう感じですね。いやー、素晴らしいですね。これから寒い時期はね、ちょっとこれハマりそうですね。はい、一通り使い終わっての感想ですけどね、やっぱりね、あの塗装を燃やして以来、全くね、あの煙も出なくなりましたし、良くなりました。これ3枚ともね、もう完全に塗装が燃えてなくなったので、ちょっとここね、なんか跡がついちゃいましたけどね。黒サビをね、つけてね、表面をね、保護しようかなと。まあどれぐらいできるかね、ちょっとやってみないとわかりませんけどね。煮出した紅茶、あと酢、もう普通の酢です。ちょっとギリギリっていうほどでもないけどね、割とギリギリで、紅茶でひたひたまでつけておきます。ちょうどいいね。15分でこんなに泡がいっぱい出てます。2時間が経過しました。すごいことになってるね。12時間後に重曹で洗ってすすぎました。酢を使って鉄成分を溶かし、それを紅茶のタンニンと結合させて本体の表面に付着させるという、ごく簡易的な黒サビ加工ですが、それでも12時間ほど途中で攪拌しながらつけておくことで、鉄の表面は黒ずみました。カメラで自動補正されているため色の変化が分かりづらいかもしれませんが、目で見ると加工前後で明らかに黒くなっています。これを繰り返すことでさらに黒くすることも可能ですが、目的は表面の保護なので、今回はそこまで丁寧に流行りませんでした。これで多少は錆止め効果があると思います。
まあ、あのこの辺りがね、多分注意点かなと思います。多分ランタンウォーマーとして使うときにはそこまで熱くならないので、塗装が燃えるっていうこともねないのかもしれませんけど、ただあの説明書にはね、シングルバーナーで使えますよって書いてたので、シングルバーナーで最初に使ったら、燃えちゃったのでね、まあシングルバーナーで使う方は最初に燃やさないといけないのかなという気はするんですけどね、どうなんでしょう。まあシングルバーナーでも弱火にしたり、私が使ってたのはあのイソブタンの入ったちょっとあの温度が高めになるバーナーでしたので、それで燃えたのかもしれないんでね、ちょっと何とも言えないんですけどね。ただ使用後もですね、全然こう歪みとか曲がりはないので、非常にこれねスムースに入りますね。ここの溝にきちんとはまってくれますしね、3枚とも入りまして問題ない感じですね。はい、問題ないですね。そんな感じです。で、下側も、入れるときにね、こちらを上にする場合は、こういうふうに、よいしょ、ちょっと見えにくいと思うんですけど、ちょっとやりにくいな、こうか、はい、ここにねはめるんですね。そうすると綺麗にはまります。で今度こちらを上じゃなくて、こちらを上にしたいときは、半回転回して、まあ、半回転じゃないけどね、20度ぐらいかな、回せば今度は、はい、こちらにはまるんでね、上からの力に対して落ちない底板を作ることができて、この辺もね非常にスムースでしたね。全く問題なかったですね。どのプレートを使っても、はい、きちんとはまりますし、まあ、あの硬くなるとかね、あの曲がっちゃってね、なんかこう入りにくくなるということもないので、この辺はねすごく優秀だと思うんですよね。なので、まあ、塗装だけですね。はい、この商品が一般発売されるときにはもしかしたら改善されてるのかもしれませんね。私の場合ね、ちょっと特殊な方法で購入させていただいたので、あの決してねメーカーさんから提供を受けたとか、あのプロモーションしてくださいという依頼を受けたわけではありません。もう完全に私がお店で見つけて購入したんですね、という商品ではあるんですけど、まあ、ただねこれあの初回ロットっていうんですかね、あの製品版とね少し違うんじゃないかと思うので、製品版のねあの絵を見るとこういう木の蓋なんかもついてなかったので、多分ね初回ロットなので、もしかしたら塗装なんかもねちょっと、焼き付け方が不十分だったのか、塗料が熱に弱かったのか、まあ欲しい方はね概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから、価格等もね参考にしていただいて、購入いただいたらいいかなというふうに思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。